スノードン登山鉄道。スノードン登山鉄道、略 SMR は北西ウェールズのグーイネズにある狂気のラック式鉄道である。スランベリスからウェールズ最高峰であるスノードン山の頂上までの4.7マイル、7 5トル、を結ぶ観光鉄道である。スノードン登山鉄道はイギリスで唯一の一般に乗車できるラック式鉄道であり、 開業から100年以上も人気の観光地であり続けている。路線はイギリスのいくつかの観光地を経営するヘリテージグレートブリテン PLC により運営される。スノードン登山鉄道はイギリスで最も厳しい気象状況の中で運行されることから悪天候の中では登場のサービスが省略される。一両の客車が蒸気機関車またはディーゼル機関車により推進される。 以前は動力分散方式の起動車が使用されたこともあった。スノードン登山鉄道は、ウィルバート・オドリーによる記者の絵本シリーズの中の山に登る機関車のカルディー・フェルト・山鉄道のモデルとなっている。この絵本は、テレビ番組機関車、トーマスの原作であるが、カルディー・フェルト・山鉄道は、テレビシリーズには登場していない。 スノードン山頂までの鉄道についての構想は、ロンドン西北鉄道によって、スランベリスとカーナーボンが結ばれた1869年に、初めて提案された。しかし、地元の地主であるアシュトン・スミスは、鉄道が景観を損なうと考えたため、何の行動も取らなかった。北ウェールズ狂気鉄道のリードジー駅から、スノードン山頂への鉄道の建設計画により、 スランベリスが観光収入を失う恐れが出てきたため、スノードンマウンテンとランウェインドホテルカンパニーが鉄道建設のために設立された。まだ地域の主要地主であったアシュトン・スミスはその会社では大きな影響力はなかった。路線が完全に会社が得た私有地に建設されたので、強制収容の必要はなく、議会の決議も必要なかった。これは、 旅客鉄道としては珍しく、また、この鉄道が商務省管轄下に属さないことも言いみた。登山鉄道は、1894年12月に、エニド・アシュトン・スミス、後に2号機関車に命名されたにより着工され、1896年2月までに63,800ポンドの費用をかけて建設された。1895年4月までに、 土木工事の50%が完成し、路線上で不足している土木工事と建設工事に注力された。線路の付設は、ラックレールが正しく噛み合うために、路線の一端から順次始められた。最初の機関車は1895年7月に搬入されたが、スランベリスト滝の間の2つの大きな高架橋が完成した1895年月になっても線路は、 ほとんど敷設されていなかった。その後は必要な資材を機関車で運搬することにより山へ向けて非常に早く建設が進んだ。吹きさらしの場所と悪天候の影響を考えると1896年1月に最初の列車が山頂に到着したのは驚くべきことであった。その時点では柵と信号の準備ができていなかったため開業式はイースターに設定された。 路線は1896年のイースターに開業した。これを見越して、商務省のフランシス・マリンデン協大佐が3月27日に路線の非公式な点検を行った。これには自動ブレーキの実証を含んでいた。大佐は路線に満足していると述べたが、風速を計測、記録し、風が非常に強い時は列車を止めるように勧告した。4月4日に、 機関車と二両の客車による列車が業者により運転された。最後の区間で土半中の列車が霧同士からの落石に衝突し、通輪が脱線した。列車に乗っていた作業車によりまた戦し、そのまま運転を続けた。路線の公式な開業日は4月6日であった。二本の列車が頂上に送られた。最初の袋。 山下りの列車が、おそらく列車の重さにより、1号機関車、ラデスと2両の客車が、ラックレールから外れ、制御不能となった。機関車は脱線し、山から転落した。乗客は、客車から飛び出した、際の失血により死亡した。連絡が不十分であったため、2番目の山下りの列車も最初の列車の車両に衝突したが、死者はいなかった。調査の結果、 事故は建設後の路盤沈下がきっかけとなり、さらに列車の重量による速度超過によって引き起こされたと結論付けた。調査会の勧告により、列車の最大許容重量は、客車の1.5倍と同等に制限され、2両編成の列車のために軽量の客車が購入されることにつながった。また同時に、ラック式線路にグリッパーシステムが導入されることになった。 各季グリッパーレールの不死参照。1897年4月9日、路線は再開された。この時は事故もなく列車の営業が続けられた。第二次世界大戦の早い時期まで旅客輸送は続けられたが、盗聴は許可されていなかった。これはレーダーがクログウィンの尾根を越える列車を探知できたからであると言われている。 1946年には通常の営業に戻った。石炭の不足により鉄道は古い軍火を燃料にしようとした。イギリス国鉄のスランベリスカナーボン線は1962年に旅客営業を廃止した。1983年に山頂の建物はグーイネズ州議会の所有となった。1985年には株式の発行が行われ。 主に最初の2台のディーゼル機関車の購入のための資金が調達された。1986年から1992年にかけて鉄道会社はカーナーボンの飛行場及び航空博物館と関係していた。1996年の100周年記念式典の一部として9月に鉄道ファンのための週末を開催した。これは一般の人が 鉄道の作業場を訪れる数少ない機械の一つであった。ピニオンリングのスクラップは記念品と同じ、あるいはそれ以上の売り上げを記録した。この頃から機関車が様々な装いに塗装されたが、この試みは2005年までには終了した。2006年に山頂のカフェが壊され、ビジターセンターの建設が始まった。山頂駅はそのプロジェクトの間は閉鎖され、 旅客列車は山頂駅の再開までは黒グリーンが終点となった。プロジェクトのすべての資材は列車によって山を登った。新しい山頂のビジターセンターであるホフトエリーはすでに完成しており2009年春には開業する。開業の正式な日程はスノードン山の冬の天気の状況によって決められる。山麓の始発駅であるスランベリス駅は 感染の脇に位置している。路線は交換駅のある単線である。路線の全長は4マイル1188ヤードであり、路線の平均勾配は17.86である。路線の最急勾配は数箇所にある15.5である。路線はスランベリスの海抜353フィートから山頂駅の海抜3493フィートまで。 3140フィートの高度差を登る。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。